あの、本作に登場するですね、まあ、流派の中でも、まあ、トップクラスに有名な流派じゃないかなというふうに思います。二、え、一、ー、流、えー、日本一有名な大剣豪だと思いますが、まあ、宮本武蔵と、ねえー、いう人物が創始した、まあ、剣術の流派ということになります。はい。まあ、当然ですね、本作では、まあ、二刀の流派ということになっています。 ております宮本武蔵本名ですね新面武蔵の神藤原春信というふうに言いましてこのまあ本人乱なんでですね本当の名前どうだったかっていうのは正直元々のですね出自が低い人物なんで、まあ、よく分かんないということになるんですがまあこれは本人の書いたですね五輪の書の中ではそう名乗っているということです。はい まあ、あの後世のですねエンタメ作品ではこう散々ですね、えー、ネタにされ尽くしてきた人物になりましてあの生涯無敗とかね天下無敵とかああいうふうにですね後世では評されまして、まあ、今日では日本一有名な、えー、剣豪なんじゃないかというふうに思いますはいあのー、まあいろんなねキャラクターで描かれることがありまして、まあ、時にですね寄進、えー、のような非常にですねもうあの強い えー、とてつもない武人であったりとか、まあ、時にね、まあ、掴みどころのない、えー、風大坊みたいな感じであった時もあったりとか、まあ、あのゲーム作品によってはね、まあ、あの、女性キャラクターになったりとか、もう本当にですね、数多くの、まあ、キャラクターとして、まあ、現代では描かれている、えー、有名な、こう、剣豪ということになりますね。なので、まあ、宮本武蔵自身についてはですね、まあ、様々な作品で数多くのエピソードが、 描かかれていいると思いますからあの、まあ、ここではそこから割愛しましてですね、えー、彼の創始した「二点一竜」という,こう流派についてですね、まあ、深掘りしようかなと思いますが二点一竜はですね、まあ、大雑把に言うと、えー、右手というかまあ利き腕に、えー、大立ちを持ってでもう片方の手にですね小立ちっていうこの大小長さが違う、えー、2つの立ち、えー、を持って戦うっていうですねそういう,こう剣術の ことですでそもそもですね宮本武蔵が2.1流を開発するまで二刀流というようなね剣術っていうのは日本にはほとんど存在しませんでしたでこれはですねあのゲームとか漫画とかですねこういったあのエンタメの作品だとですね、えー、二刀流ってこう結構ポピュラーに描かれると思うんですよね。某有名なですね、えー あの海賊王ね、目指す主人公がいるですね、漫画作品だと、三刀流のまあ剣豪キャラクターなんかもね、有名なんですけども、しかしですね、実際にはこう人間は、単純にこう剣を2本持っても倍強くなったりはしないということなんですよ。それは当たり前の話ですよね。なので、むしろこう1本にこう絞って、 戦ったりとかですね。海外でこうよく見られるように、これはあんまりこう日本の歴史では出てこないんですけども、剣と盾をね、えー、片方ずつ持って戦うという方が、まあ対人戦ではこう有利であるということが多いんですね。で、このためですね、えー、宮本武蔵が2.1竜を開発するまでは、まあ二刀流っていうような戦い方っていうのは日本の歴史もほとんど、まあ、登場しません。で、これに対して、えー、宮本武蔵はですね、えー、大小でこう大きさが違う、あのー、剣を、まあ、左右に 使うことでこう役割をね、えー、2つ分担させてまあ一等流にはできない新しい戦い方を開発しました。でこれはまあ大雑把に言うとですね、えー、小立ちの方で防御して大立ちでこう攻撃をするっていうねこういうスタイルですね。まあ小立ちが盾代わりだったんですね。まあ、こうすることであの攻防を同時にこう あの、立ち回れるっていうね。まあ、こういう、あの、流派だったということです。で、これでね、今となってはね、結構こう古い漫画作品になるんですけど、昔ですね、まあ、僕はあの、青春時代の作品なんですけども、ルオーニケンシンっていうね、あの、ジャンプの漫画がすごい昔流行ったんですけど、まあ、こういうですね、あの、漫画作品とか読むと分かりやすいかもしれませんね。あの、この作品で小立ちを使って戦うっていう敵がですね、登場するんですけど、あの、防御力がすごい高い、高いっていうですね、あの、設定になってるんで、まあ、この、 小立っていう,そう,いう、あのー、武器はです、ねえー、防御に引いてたそういう、まああのー、武器だったということなんですね。